どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、オープニングでも流れたんですけど、ね、皆さんね、結構キレ毛気にされている方が結構多いかなと思うんでね、お客様からもかなりねご相談を受けてるんですけど、原因って何なのっていうことを、今日はねご紹介していきたいと思います。はい、ということで、まあキレ毛の原因について今日はちょっと紹介していきたいと思うんですけれども、あのですね、大体皆さんね、まあカラーリングやられてたりとか、パーマやられてたりとか、あとはね、スタイリングでブローしてみたりとか、あとはコテを巻いてみたり、ストレートアイロンをやってみたりとか、いろんなね、様々なことをね、やられる方がほとんどかなと。それなんですけど、まあ基本的にカラーだったりとかパーマ、ダメージは出るんですけど、すごくダメージが出なければ、ほとんど切れることはないかなと思うんですね。で、まあスタイリングでも無理やりね、例えばストレートアイロンで無理やり引っ張ったりとか、あとはコテとかでね、無理やり引っ張ったりとか、ブロードだったりとかでね、髪の毛をこう引っ張ったりとか、まあそういった感じにね、ちょっと強引にやってしまうとね、結構切れ毛の原因になるかなと。それもあるんですけど、でもこれを全部、まあこれが全部切れ毛の原因っていうわけじゃなくて、僕一番問題なものがね、最近思ってることがあって、まずね、これだと思うんですよ。こういう風に髪の毛を結ぶこと、これが結構原因かなと思うんですよね。どういうことかって言ったら、このね、髪の毛を結ぶっていう行為が、あのね、どんだけヘアレンジ出してんねんって皆さんね、思ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、あの結ぶとやっぱりね、その部分で摩擦が起きるじゃないですか。で、摩擦が起きて結ぶときは100歩譲っていいかなと思うんですけど、外すときですよね。外すときに、なんかやっぱりこう、髪の毛が絡まったりとか引っかかったりとかする。で、それを毎日繰り返してると、その時にね、外したときに1、2本切れた。まあ、これだったらいいやっていうふうにね、思うかなって思うんですけど、でもそれが毎日やったりとかすると、結構な本数切れてくるのってわかりますかね。で、現状ね、こういった感じでね、切れ毛の原因になってるんですね。なので、個人的にね、あの外に出かけるときとか、何かがあるときとか、ヘアアレンジを絶対しないとダメっていうときとかに関してはね、ゴムをね、結んだ方がいいかなと思うんですけど、でも家の中で簡単にちょっとまとめたいなっていうときとか、邪魔だなっていうときは、ゴムは基本的に結ばない方がいいかなと思ってるので、ってなるとどういうふうなものを使えばいいのってなると、個人的になんですけど、こういうね、クリップ。で、しかも、この辺の部分がね、全体的に鉄になってないやつの方がいいです。鉄になってると結構ね、摩擦だったりとか、切れ毛の原因になります。まあ、こういうね、クリップの方がね、まだ髪の毛に対して気持ち、心なし、優しいかなって、個人的な考えですよ。思うので、こういったものをつけてあげると変わってくるので、なので、あんまりね、ゴムだったりとか、あのスプリングゴムもそうなんですけどね、やっぱりこう、これで、取るときに結構ゴムのやつって引っかかったりとかするかなと思うので、こういうクリップだったらこのままこう広げて外せばもうすぐ取れるじゃないですか。こういったもので、髪の毛をね、家の中にいるときはまとめてあげる、これがね一番鉄則になってくるかなと個人的にはね思ってますので、あんまりね、切れ毛がね結構多い方に関してはゴムだったりとかをねもう頻繁的に使わない、あとピンもそうです。ピンによるね、引っかかりだったりとかね、結構強引に刺すと、かなり切れ毛の原因にもなりますので。なので、こういったクリップタイプでガバッと止めてあげる。で、結構ね、強力なやつもあったりとか、あとね、大きいやつだと髪の毛の量がね、多い方だったりとか、髪の毛が長い方に関しては、大きいのだったらさっと止まりますので。なので、そういったものを使用してあげると、少しは切れ毛の原因になるかなと。で、お客様にもそういうふうに最近お伝えさせていただいてますので、切れ毛が多い方だったりとか、細かい髪の毛ね、こう、光が当たったら、こう、パヤパヤ出てくる髪の毛が気になる方に関しては、一度ね、結ぶのをね、頻繁的にやめてみてください。それだけでもね、もしかしたら変わってくる可能性がありますので、ぜひ、その辺を参考にしていただければな、と思います。はい、今日はね、短いちょっと動画なんですけれども、これをね、皆さんにお伝えしたかったので、ご説明させていただきました。この動画が良かったら、グッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。